古市は岡山県倉敷市を中心にうどん店のぶっかけ定本舗古市のチェーン店舗展開とぶっかけうどんの通信販売を行う企業である。刻みぶっかけ戦後間もない頃に倉敷駅前で創業されたうどんの老舗。もともとは夫婦饅頭を製造販売している商店であった。と、グリーンピースの2種類があった。現在は総社店で、 冬季限定で赤のみ作られている。中店では、第三日用の朝一の時のみ販売している。また、隠れた名物として、超大盛りのかき氷が揚げられる。ある時社長が麻雀をしながらぶっかけうどんを食べていた。時に、ぶっかけうどんの専門店の構想を思いついたという。岡山県下では、香川県同様古くから、セルフ方式のうどん店が点在しており、古市も、 中店のみ、接客式店舗で他は、セルフ形式をとっている。チェーン展開を開始した頃より、ぶっかけうどんを、倉敷名物として大々的に宣伝。もともとは、倉敷中心部の郷土料理だったぶっかけうどんを、倉敷市の名物として、一役他地域の倉敷市民、岡山県民に認知されるようになった。それが評価され、現在倉敷ブランドに認定されている。 ぶっかけうどんの特徴についてはぶっかけうどんを参照のこと。中見せぶっかけ定本ポフル 1HP より抜粋。ありがとうございます。